2番乗り場に神戸三宮行き快速急行が十両編成で参ります危険ですから黄色い線までお下がりください途中の停車駅は新大宮大和西大寺学園前生駒鶴橋大阪上本町日本橋大阪難波大阪難波から西九条までの各駅と。 天ヶ崎甲子園西宮芦屋魚崎ですこの電車は天ヶ崎で後ろ4両を切り離します先へお越しのお客様は前6両にご乗車ください大和最大寺で京都行き急行に連絡します奈良奈良ですお忘れ物のないようご注意ください 2番乗り場の電車は神戸三宮行行快速急行です途中の停車駅は新大宮大和西大寺学園前生駒鶴橋大阪上本町日本橋大阪難波大阪難波から西九条までの各駅と尼崎甲子園西宮芦屋魚崎です。この電車は 尼崎でで後ろ両両を切り離しししまますす先へお越しのお越の客様は前ににご乗車ください大大和西大寺で京都行行き急行に連絡2番乗り場から神戸三宮行き快速急行が発車します。 2番乗り場から神戸三宮行き快速急行発車します扉が閉まりますご注意ください4番乗り場の電車は天ヶ崎行き各駅停車です福瀬戸鶴橋から先大阪南波方面へは後の急行が先に到着します大和西大寺で京都行き急行に連絡します the train at track four is a local train bound for 尼崎。四番乗り場から尼崎行き各駅停車が発車します。二番乗り場の電車は大阪南波行き準急です。途中の停車駅は石切りまでの各駅と。 東花園、河内小坂、布施、鶴橋、大阪上本町、日本橋です。鶴橋から先、大阪難波方面へは、後の快速急行が先に到着します。東花園で尼崎行き各駅停車に連絡します。The train at Track 2 is a semi-express bound for 大阪難波。 2番乗り場から大阪南波行き準急が発車します2番乗り場の電車は大阪南波行き急行です途中の停車駅は新大宮大和最大寺学園前生駒石切伏瀬鶴橋大阪上本町日本橋です石切で天ヶ崎行き

大阪南波行き快速急行が発車します2 1番乗り場から大阪南波行き快速急行発車します扉が閉まりますご注意ください2番乗り場の電車は神戸三宮行き快速急行です途中の停車駅は新大宮大和西大寺学園前生駒 鶴橋大阪上本町日本橋大阪難波大阪難波から西九条までの各駅と尼崎甲子園西宮芦屋魚崎です大和西大寺で京都行き急行に連絡します The train at track2 is a rapid express bound for Kobe 三宮 2番乗り場から神戸三宮行き快速急行が発車します2番乗り場の電車は大阪南波行き特急です途中の停車駅は大和西大寺学園前生駒鶴橋大阪上本町です The train at track two is the limited express bound for Osaka 南波 To board a limited express, you need a standard fare ticket and a limited express ticket. 2番乗り場から大阪南波行き特急が発車します3番乗り場の電車は大阪南波行き特急アーバンライナーです途中の停車駅は大和西大寺学園前駅間鶴橋大阪上本町です The train at track three is the limited express Urban Liner bound for Osaka Namba. To board a limited express, you need a standard fare ticket and a limited express ticket. 3番乗り場から大阪南波行き特急アーバンライナーが発車します2番乗り場の電車は京都行き急行です途中の停車駅は新大宮、大和西大寺、高野原、新宝園、新田辺、大久保、桃山御陵前、丹波橋、武田、東寺です新田辺で 京都国際会館行き各駅停車に連絡します。二番乗り場から京都行き急行が発車します。三番乗り場の電車は京都行き特急です。途中の停車駅は。 The train at track 3 is the limited express bound for Kyoto. To board a limited express, you need a standard fare ticket and a limited express ticket. 鳥羽から京都行き特急が発車します。